うございます。今日も最高の一日にします。いきます。いきます。練習いきます。今日は9時半から花園でトレーニングです。いきます。練習終了して帰ってきました。練習終わって帰ってきて、今シャワー浴び終わりました。今から昼食の支度します。ナイスです。いただきます。ジョギングに行きます。食事から40分ほど経過して、ちょっとそんなスピード速い感じではないですけど、これから気温がどんどん暑くなってくる中で、それにちょっとこう体を適応させるためにもジョギングを入れます。行きます。ランニング行ってきました。ナイスです。昼活行きます。ランニング行ってシャワー浴びて昼活に行きます。昼活終了です。帰ります。今日は17時から先輩と、チームの先輩じゃなくて、社会人の先輩とミーティングがあるので帰ります。昼活終了です。ナイスです。先輩との面談が終了しました。今日の面談は自分のレッツユースの先輩で、今クリアソン新宿に所属している須藤さんって方と面談、面談といっても、その自分が最近感じる悩みというかを聞いてもらって、でそれで須藤武さんの考えを聞いて、ああなるほどなと思ったり、具体的な行動をこうしてみたらいいんじゃないっていうアドバイスをもらったりして、非常にいい時間でした。コーチングとは違うかなと思うんですけど、先輩後輩ですし、非常にいい時間で、本当コーチングみたいな時間を過ごせました、見つかること、再発見することもありましたし、新たに知ることもありましたし、いい時間でした。夕食の支度をします。いただきます。夜活行きます。夜活終了です。帰ります。今回の夜活はブログを書き終えるところまでみっちりやって、ブログはですね、今までもこれからもずっと自分のために自己満足で書いてきましたし、書き続けるんですけども、それでもですね、たまにブログ読んでますとか、具体的にあの話とても共感いたしましたとか、あの話を見て、あのブログを見てこう思いましたみたいなことを言ってくださるとですね、ああとてもとてもありがたい、嬉しいなと思います。自己満足でやってるんでね、なかなか、たまにしますけど、告知基本しないで、書く内容も、ちょっとおこがましかったりね、なんか鼻につくようなことを書いたりもしてるんでと思うんですけども、それでもああやってこうお言葉をいただける、読んでいただいてるっていうのは本当にありがたいなと思います。YouTube もですけど、もしご感想ありましたらですね、ぜひ、コメントでもいいですし、 SNS のメッセージでもいいですし、直接お会いした時にいいです、ちょっといただけると、別にそれのためにこう自分も動画を出したりブログを書いてるわけではないので、決してなくてもという部分ではあるんですけど、あったら嬉しいのでという、ぜひ気が向いたらよろしくお願いします。行きます。今日この後ですね、誘導瞑想っていう、Spotify でその瞑想のサポートをしてくれる音源を流しながら寝るといったことを数日やってまして、瞑想今日はこの後楽々して寝る状態にして、その音楽っていうか誘導瞑想の音源をかけながら寝ます。誘導瞑想自体は群馬の時にサポーターの方に教えていただいて、今までも何回かやってたんですけど、ここ数日ちょっとわざと誘導瞑想でそこから睡眠にそのまま入るっていう風なことをやってて、今日もそれで寝ようと思います。なので先にこのカットを撮ってます。寝ます。おやすみなさい。最高の一日でした。明日も最高の一日にします。おはようございます。今日も最高の一日にします。いきます。
ただきます。練習行きます。練習終了して帰ってきました。帰ってきてシャワー浴びて、で昼食の支度もちょっとそのまましてしまいました。なんで今すぐ昼食を取ります。練習ナイスです。ナイスです。昼食食べます。いただきます。20分バーナップ入れます。おやすみなさい。昼活いきます。ちょっとバーナップして部屋の掃除して気分上げて昼活いきます。やっぱりこうポジティブなマインドがポジティブなこう結果をもたらしてくれるなっていうのをこう最近改めて思うんですけど、まあ、その中で逆にこう言い換えればネガティブなマインドで行動しちゃうとやっぱネガティブな結果を呼ぶなとも思うので、大事なのはやっぱりいかにこう常にポジティブにポジティブに前向きに入れるかっていうところが大事で、ってなった時にその行動を移す段階と自分の機嫌を自分のマインドを高める段階、この2つをこう分けて考えてみると、まあ、少し動きやすくなるかなっていうのが最近の発見で、まあ、もちろんやらなきゃいけないとかその仕事が時間になって仕事に行かなきゃいけないってなった時に、まあ、それに向かうそれをやらないっていうことはどんな気分がどんな状態でもやらないっていう選択肢は取れないんですけど、それまでに、まあ、もしくはその仕事とかそういった時間が決まってるものではなくて自分のフリーの時間に何かいろんなやりたいことがあるけどこうなかなか燃えないみたいな時に自分の気分を上げることにまず集中して、そっから初めて行動に移すっていうのがいいのかなっていうふうに思ってて、で自分の中でどうしたらこう気分が上がるか自分のマインドが前向きになるかってなった時に、まあ、いくつかあるんですよね。例えば、まあ、寝る、まあ、パワーナップももちろんそうですし日記を書くこともそうですし、まあ、書いてその例えば燃えない俺は燃えてないっていうのを外にあえて書き出して客観視することでなんかこう燃えてくるとか、あとはなんかこう書くっていう動作が一個こう一番ちっちゃいスモールステップになってそこからどんどんこう加速していくみたいな。でさっき言った掃除もそのうちの一つで、掃除をして環境を整えて燃えてくるっていう要因もありますし、その掃除が一番ちっちゃな最初の一歩になってそこからどんどんこうステップが増えていく、スモールステップからどんどんこうやる気になっていくっていう風な形で気分が良くなって行動に移そうと思うし、気分がいい状態で行動を迎えることができる。最近の気づきというか心がけていること、ポジティブなマインドがポジティブな結果をもたらす。だからポジティブな状態を作る。ポジティブじゃない時は逆に行動しない。ポジティブじゃない時は自分をポジティブにするための行動をする。そうするように最近努めてます。昼活終了です。帰ります。ナイスです。いただきます。夜活行きます。夜活終了です。帰ります。寝ます。おやすみなさい。まあ、今日もこの後誘導瞑想をやるんであれですけど寝ます。最高の一日でした。まあ、学び大きい一日で、まあ今日はですね朝立ち上がりの感覚が良くなくて、あなんか、まあ、疲れてるか前日の食事過ごし方が良くなかったのか、まあ、朝ちょっと立ち上がり良くないなっていうフィーリングがあって、まあ、練習に関してもそのベストコンディションかって言われたらそうではなかったんですけど、それをこううまく認めてあげたこと、受け止めてあげれたこと、コンディションがベストじゃないことを受け止めてあげれたことはすごく良かったなというふうに思います。もちろんそのベストを出せるような状態で努めなきゃいけないのでその点では良くなかったんですけど、その自分が追い求めているベストに固執しすぎてその日のコンディションを無視してこうもっとこうじゃない、こんなはずじゃない、もっと集中しなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないっていう風に何か追われるような形でマインドがセットされちゃうと、やっぱり余計にネガティブになったり焦りが生まれていいパフォーマンスを出せないくなることが多いので、今日の立ち上がりの悪さをそれをまず認めてあげた上で今日の 100% 今日の体の今日の心の
100% 出そうとする、認めてあげるっていうことができたのが良かったなと思います。絶賛成長中です。最高の一日でした。寝ます。おやすみなさい。明日も最高の一日にします。おはようございます。今日も最高の一日にします。いきます。いただきます。練習いきます。練習終了して帰ってきて今シャワー浴び終わりました。昼食の支度をします。いただきます。一旦買い物に行きます。買い物行ってきました。野菜、もやし2つとキノコと小松菜、キャベツで、お肉が3種類、まあ、基本鶏むね肉なんですけど、やっぱり鶏むね肉だけだと飽きるので、今回はレバーと鶏のレバーと豚肉、まあ、豚肉はね少し脂質が多いんですけど、まあ、ビタミン B 群が豊富で、やっぱりそこは鶏むね肉より豚肉の方がビタミン B 群が豊富ですし、ビタミン B 群は糖質だったりタンパク質のこう代謝を促進する作用があって、やっぱりいくらこう食べてもそのビタミン B がないとうまくこう糖質だったりタンパク質がエネルギーだったり体の材料として使われづらいっていうのがあって、まあ、そのビタミン B が疲労回復にもいいんで、ビタミン B は。で、野菜に関してはですね、基本的にスーパーに行ってその日安いものを、旬のものを選ぶようにしてます。まあ、今回はちょっと安いもので選んだんですけど、まあ、やっぱり野菜は取っときたいっていうのが1点と、まあ、もう一つはその結局料理する方法が、まあ、鍋か野菜炒めなんで、まあ、献立から逆算して野菜を買うというよりはスーパーに行ってちょっとこう状態が良さそうなもの、お値段がお手頃なものをとりあえず買う、まあ、野菜は食べたいってだけなので、ただ食べたいってだけなので、まあ、そういった買い方で今回こういった食料を買いました。まあ、ウーロン茶に関してはねシンプル好きなんで、まあ、ジュース代わりじゃないですけど、まあ、贅沢品っていうか、まあ、その嗜好品ですね。嗜好品。こんな感じで買い物行ってきました。ナイスです。20分パワーナップ入れます。おやすみなさい。パワーナップ完了です。昼活します。昼活終了です。今からランニングに行きます。走ってきました。ナイスです。いただきます。夜活いきます。寝ます。おやすみなさい。最高の一日でした。いい一日でした。今日も本当小さいですけど、明日お世話だなって思えることがいくつかあって、まあ、昨日も今日一昨日もですけど、まあ、小さいかもしれないですけど本当に幸せだなと思えることを見つけることができて、いい一日でした。寝ます。明日も最高の一日にします。おやすみなさい。